はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。長尺チャンネルのコーガ、今日はパンデミック条約超党派記念勉強会に、海外からのまさかの超モのスケット参入をお送りします。よろしくお願いいたします。はい、ご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんので、今回の超党派記念って何簡単に言うと、WHO の進めているパンデミック条約、それと並行しての IHR、国際保険規則の改正、それに意義申すってやつなんですね。はい、この間はそれに登場して、2万人規模の反対デモが行われています。 この条約や規則改正、WHO の推進に日本政府がなぜかしら戦闘を切って進めようとしているのが、まあ、闇なんですけども、もともとは枠丸の被害者続出しているにもかかわらず、どんどん進められて日本国民の命が追い詰められて崖っぷちということが大問題なんですね。はい、そこへアメリカから、これは日本の一大事と駆けつけてくれた一人が原上司さんです。原上司さん、1952年生まれ、 欧米アジアアフリカなどでグローバルに活動する日本の事業家でありベンチャーキ,キャピタリスト、複数のセンター技術ベンチャー企業創業者、かつ中央アメリカ、考古学研究家としても知られています。はい、また、行き過ぎたい株主資本主義を是正する公益資本主義の提唱者として、アメリカや中国をはじめ、グローバルな政財界に通じ、世界で最も影響力のある日本人の一人として広く紹介されています。はい、これまで多くの養子を務め、 政策の提言や助言を通じて社会に大きな影響を与えてきた人で、方であり、また教育にも熱心で、多くの大学で教鞭をとり、若い世代に知識や志を伝えてきた、えー、方が今、えー、厚生労働省、外務省の官僚前に強い、時に強い言葉とともに、時に優しく諭すようにお話ししています。そしてもう一人はマイケル・ヨールさん。ジャーナリスト、ガガハマ麻子さんが自らおっしゃるところの師匠ですね。はい、マイケル・ヨールさんは60歳。アメリカのジャーナリスト、写真家、作家、アメリカ合衆国フロリダ州ウィンター・ヘイブ生まれで、 1980年代初頭から1990年代初頭までは、なんとあの落語の名るグリーンベレーで活躍しています。活動しています。1990年後半からは、フリーランスとして活動を開始、2004年にはイラク戦争に中由記者としての経歴をお持ちです。はい、先ほど言いました2万人規模の大反対でも、あれを打った、そしてあれを打った被害者集団訴訟の開始。えー、これから国民運動の広がりはどんどん進んでいくと思います。なんか短絡すぎる。 かもしれませんけども、案外日本の要件は近いのかもしれません。前置きが長くなりました。影響力,影響力のある2人の興味深い発言をお聞きください。どうぞ。今日はわざわざあのアメリカからこのためにあの日本に来てくださった方お二人、原先生にまずこの条約の危険性、それから今ど,どういうふうにすればいいかというお話と、それからガナハさんがアメリカからあのマイケル・ヨンさん、グローバリズム。 で取材をなさっている方でございますそのご紹介お二人にお話をいただきたいと思います原先生どうぞよろしくお願いしますわざわざアメリカからありがとうございます原ジョージですあ、おはようございます今日あのお招きいただいてありがとうございますちょうど一週間だけ日本に戻っておりまして議連のこの今日の会合のことを伺いましたんでこれは国の一大事だと思って駆けつけてさせていただきました私も長年国連で活動したりまた安倍政権においては八年間にわたり内閣参考を 勤めておりましたけれども、これは本当に日本の国民にとって大変不幸な結論になるような方向に動いているというふうに、まあ、海外から見ていて感じます。もしもこの案がこのまま通っていくと、WHO が次のパンデミックというふうに指定したときには、彼らが強制する、指定するワクチンを条約加盟国の国民は接種する義務が起きるという流れが、この IHI の方から 読めますもしこういうことが行われるとすれば、まあ、極端な話今は罰則規定はないものの国民の義務を批判した人すなわちワクチンは打ちたくないというふうに言う人こういう人に対してはやがては刑法を用いて逮捕し拘束するといったところまで行かないとも限らないと、まあ、そっちの方向に向くかもしれないようなものは我が国の良識ある政府の人間として政治家及び官僚の方々は国際社会を行うこの暴走を 止める方向にに行くくべきだという,ふうに私は強く感じました。まあ、第一、この WHO 等が決めていますルール・ルールオブプ・プロシーズンも細かいことを省きますけれども、定息数を満たしてない面問題とか、いろいろな点で大きな不都合があることを、日本政府の方々も見ておられるでしょうから、そうしたことを指摘して、おかしいといったことを発言する、そういう国であれば、国連加盟国193カ国の多くの国々も、現在危険をしたり、 または欠席している国々も日本についていくという流れができるというふうに強く思います。でありますので、今日あの、おられます外務省や厚労省の皆様方、私も法律改正に随分と関与してまいりましたが、今日は皆様方の経験と、そしてまた情勢判断の冷静な分析、将来一体何が起きるであろうかということに対する予測、今ならば食い止めることができると思いますので、ぜひとも真剣にお考えいただいて、 閣僚の方々や議員の方々でこの WHO の改正案の方に向いている人たちを説得すると、正しい方向に、正しい方向に日本国民一人一人が将来被害を受けないで済むような情報を作ることができるかできないかは、今日ここに参加されてもらわれます、まあ官僚の方々の手にかかっているといううに言ってもいいと思います。でありますんで、ぜひとも皆様方、まあこのおかしな 方向に向いていく中央や米国の政権与党が長持っていこうとしています流れを日本人として食い止めていただくように、どうかまたよくお考えいただくようお願いいたしますマイケル・ヨンさんも含めてお話をいただきたいと思います。お話しする機会いただきまして、ありがとうございます。このような機会を持ってもいな,いなかったですが。 はい。よろしくお願いします。か、簡約ですので、よろしくお願いします。Uh, an 今の私の見かけからはわかりませんけれども、私は元戦争特派員でえありました。Business, えそして、え私はえ戦争の研究をずっとしてきました。そして、ですから私は今、日本にいます。今はこれは戦時と捉えなければなりません。<Every> えー、戦争の一番の最終形態は情報戦であります。 As such, the words that we choose are very important. We talked about our are a of truth. Eh eh, As we talked yesterday, if you want to, you need high two pieces of hydrogen, oxygen, oh. iron, and you mix that with oxygen, you will get likewise when we call this a vaccine, that's false. 例えばですけれどと呼んでしまえば、これは言葉遣いが正しくありません。ですからこれは兵器であり、ワクチンと呼ぶべきものではありません。So、the そして次に,次に mRNA 遺伝子治療という言葉が使われますけれども、それも間違いでこれは兵器であります。So、そして条約と呼ばれるものも、これも戦いの兵器であると考えなければなりません。Likewise, We look at this all over the world in dozens of countries, from here in Japan, United States. For instance, as did Masako, Brett Weinstein, down the jungles of Panama, the invasion routes to the. そして、タリカレチ名ブレット・イネ <need> これにはたくさんの形のした武器がありまして、えー、これは、えー、移民問題ではなく、これは侵略であると、こういう言葉遣いをしなければいけない、そういう意味です。 So、usually some 大半を海外で過ごし、国国ああちちここ回回っって、てままあ、中ななどいいろろろとおります。え、s の i という言葉がありますけれども、いくつかの魚は同じ水槽の中で仲良くしないとそういう状況があります。For instance, Kurds. I've spent a great deal of time with Kurds in a I like Kurds. I get along with them very well. But they won't e in the Japanese aquarium. 例えば、暮らしの時で時間をども、日本の文化ではえ彼らは運も運も過ごせないのではないでしょうか。 They need to destroy Japan and the United States and many others to get their goals. ですけれども、これはいろんな形の形態がある戦争でありまして、移民問題もそうですけれども、また世界経済フォーラム、あるいは中国共産党、こういった方々が水、塩水のようにえいろいろ協力をして、これが行われていると考えられます。We're clearly going to go into global famine. Very large famines on a scale that we've never before. It's a slow flash to cutting off Nord Stream. Cutting off, growing and gas field in Netherlands, and these sort of the trojanous fertilizers. When we travel around Japan and we go look at farms, they're they're in, filled with they're filled with they're filled with monkeys. The farmers are retiring. 関するメンバーを長年やっておりましたんで、どういう構造なのかもよくわかりますし、中国共産党とも毎年のように協議してますんで、彼らの考えもよくわかります。しかし、あの、日本は、やはり独自の考え方。本当にあの、ベストエンドブライトンてで本当に賢い人っていうのは、どうやれば誤魔化せるかっていうことを考えるのは本当にうまいですから、それに乗らないようにしていただければ。だから本質一体何かと、日本国民であられるあなた方が、たくさんの日本国民が、将来、どのようなことになってしまうのかと。 言ったことを深く考えて、この COP に委ねる条約締結国に全て白紙認をするというのは、確かに各国の主権を侵害しないというふうに見せかける、とてもいいやり方でありますから、これは今の IPCC なんかも同じでありますけれども、あの、それに乗っからないでですね、みんなおかしいと思っている国々がたくさんありますので、特にアジア、アフリカ、ラテンアメリカの国々は、西洋社会が決める 特にワールドエクノミフォーラム等々が決める流れに対して疑問を呈する人たちもたくさんいますし、ただ国力があまりないので、まあこういうことなんか言うと変ですけども、いざとなった時には賠償されるような人たちもたくさんいろいろな国々にはいますから、まあそこで日本が日本人のことを考えて実行していただければ、これはそのうち先ほどからメッセンジャー RNA の危険性についても議論があったと思いますが、私自身もアメリカの総区研究所、これはアメリカの最先端基礎医学の研究所、 いや、また、現在も香港中文大学の医学部の教授を兼務しておりますけれども、まあ、あらゆる点、また日本の厚生労働省の方も、私は時々定期的な会議に出ますけれども、この超過死亡率を大幅に超えたワクチンに対する危険性を認識しておられる官僚の方々も多数おられることを知っております。ですから、すべて分かっておられるあなた,あなた方に、もう日本国民の運命がかかってますので、その、 COP に委ねるというもののやり方をうまく使うんではなくて、その直接に言うと悪だみを見抜いて、それを指摘するような立場で日本が動くようなしていただければ、世界の国々から頼りにされる日本ということになるであろうというふうに私は強く思います。原口先生や平沢先生が、議連のリーダーでありますんで、この輪は広がっていくだろうと思います。私もも昨日岸田総理にも文で書書でいいて心しししましたしまたた関係ない 担当の閣僚にもいろいろとメッセージを送りました。あの、このことを知らない人も結構いるんですね。ですからまあ、知らないということを、このまま行くんでなくて、今のこの議論が分かりやすく、いろいろなメディアに対しても、また新聞に対してもですね、報道されるようなことにも皆様方が積極的にされて、国民の間における議論が広がるように持っていっていただければ、私も経済界ですとか、特には財界のリーダーに対して、 この2、3日で随分たくさんに発信しましたけども、この流れに賛同するという財界人は一人もいないです。全員こんなことが起きてるのは知らない、知らないという人ばかりです。私がこの話を手短に書いたら、ぜひとも阻止してほしいという意見がほぼ100%です。後ろにも井上さん、神経連のリーダーの方がおられますけども、もう彼も昨日知らしたばかりだけど、これ重要だから、絶対に若手の経済界で、 反対に回るとという形。また山口さん、彼はもっと若手の経済がリーダーダですけども、彼も彼来てくれてますですから、その、資本主義社会の経営者側、財界側の人たちも、ほぼ全員反対の立場に立っているということを認識の上で、皆様方、真剣に考えて、竹目さんには今回まだ会えてませんけども、彼もよく知ってるので、僕は何とかして、彼が竹田から聞いてると、この積極的な推進者のように見えますから、あの、おかしいんじゃないかということを、彼にも、 はっきりと私の意見として申し上げようというふうに思っております。